では、ピックアップ作りのマテリアルについて、教えてください。はい、まあ、ピックアップというのは根は単純なものですから、マグネットとボビン、コイル、ほとんどこれだけでできていると言っていいわけですけども、まあ、これが着地前のマグネットですね。どれもくっつきませんが、これはハンバッカーに使用されている方のマグネットです。これに最終的に磁力を与えて製品とするわけですが、この磁力をつける装置その名もまあ着磁器なんですが、これはその着磁器メーカーに僕が指定して最も原始的なタイプ、昔使われていたタイプですね、これの直流式というやつをカスタムで作って、使用しています。こう作業自体は着磁にかける時間自体は、まあ、その今こうポピュラーなパルス式というやつですと大きなコンデンサーに電力が蓄えてあってペダル一発抜く一瞬でこう着磁ができるというものなんですが、直流式というのは、そういう機構ではなく、この着磁器にこうセットして、スイッチを入れて、20秒ぐらいかけてこうだんだんに磁力が上がってくる。でリセットすると20秒ぐらいかけて、これが機械の磁力が落ちていく。それで、これが磁石になるという機械なんですが、どうしても完全な球体とかではありませんので、やっぱりもう着地にムラができてしまうわけですね、パルス式の場合は。ですから、こう時間短縮というのはこう工場のこう、ね、こう課題なんですが、一番最優先の課題なんですが、それでも、時間に品質を変えることはできませんので、僕はその着磁に関しては直流式のみで、行うようにしています。それからマグネットと共に非常に重要なのがコイルですが、コイルはもちろん、現行品のものエナメルであるとかヘビーフォンバーであるとか、まあ、全体の種類とからベアゲージその裸の導線の太さ、これらを、まあ、基準に何十種類か選んで使っていますが、その他にも製品の一部には、古いものを古いコイルを使ってどんずば古いものを作っているというのもいっぱい存在しています。古いコイルというのは、まあ普通のルートでは買えないので、かなり特殊な、僕の場合そちらに知人が何人かいるので、手配がしやすいんですが、こういうふうにもう見た目もリールからして金属で古いと。で、保護紙なんかも今はスチロールですが昔はこういう紙でなっていますね。こういうふうになっていって保護されています。これはヘビーフォンバーですね。ストラトなんかに使われているタイプです。で、僕もあんまり知らなかったんですが、この、まあ、マグネティックワイヤー、マグネットワイヤーか、マグネットワイヤーと呼ばれるこのコイルには、昔はかなり変わったものも出ていて、これは、セラミックシリコンでの、被覆になっているという思いっきり変わってるやつなんですが、これは、有名な、もう今はコンデンサーキャパシタのメーカーとして知らない人はいないはずのスプレイグ、まあ、日本での呼び方はスプラグですが、あそこで作っていたコイルですね。こういうものがちょっとでも売りに出ると端から買い漁って、次の企画に向けて練っています。まだこれからも増える予定ですし、かなり使っちゃった分があるので、製造休止モデルというのもこのところ出ちゃってるんですが、まだアメリカ広いんで、探す気になればまだ出てくる可能性が高いのですね。ですから今後も捜索していくつもりでいます。